こんにちは、こんばんは。還暦 YouTuber、ナコールハッピー結婚ショーチャンネルです。今日は、婚活を成功させ、結婚した人はこうやったというお話を、Uバージョンでお届けします。このチャンネルでは、こういった結婚、婚活、恋愛心理学のことで、あなたの恋愛や結婚生活に役立てていただけるような内容のお話をしています。話の内容が参考になると思ったら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。月曜に婚活や恋愛心理学のお話を、また水曜、金曜、日曜には近隣の史跡やパワースポット、博物館やデートスポットなどたくさんご紹介しています。恋愛や結婚生活でご活用いただけると思いますので、結婚しようチャンネルで YouTube 検索して他のコンテンツもご覧いただければ嬉しいです。先日調べた厚労省の独身者結婚観アンケート結果で、現在ね、結婚していない理由の30代と40代の理由では、30代40代双方 40% 以上の独身者が適当な相手に巡り合わないって回答しているんだそうです。おそらくね、そう言ってる当人にとって適当な相手に巡り合わないということで、もちろんね、自発的に巡り合う行動を起こしていないなら、適当な相手に巡り合えないのも仕方ないことでしょう。待っていてもチャンスは降ってこないのですから、本当に結婚したいと思う人は、適当な相手に巡り合える行動を起こすことから始めましょう。今日は、結婚相手に男女が求めるもの、男性の場合、女性の場合、結婚できない男女の共通の特徴、結婚していく人はどんな人か、成婚していく女性、男性、結婚の決断、こんなお話をしますので、ぜひご覧ください。結婚相手に男女が求めるもの、男女ともにどんな相手が理想ですかと聞けば、男性であれば見た目が自分のタイプで、若くてスタイルが良くて優しくてというね、男性がとても多いのです。女性であれば年収が高くて安定していて優しくて頼りがいがあって浮気しなくて、こんなね、理想を多くの男女が口にしますね。でもそれらは目先の理想で、結婚生活をね、第一に考えたら、男女ともね、大まかにはこんな感じではないでしょうか。男性がね、結婚相手に求めるもの、性格、価値観が合うこと、容姿が自分好みなこと、一緒にいて落ち着ける人で、金銭感覚や子育て感に共通点が見られること、一緒にいて癒される人、思いやり合える、助け合える人なこと、生活スタイルや容姿が自分の好みなこと、かっこね、容姿に執着するのはやっぱり婚活男性は顕著なのです。女性が結婚相手に求めるもの、性格、価値観が合うこと、経済力があること、一緒にいて落ち着ける人で、金銭感覚、家庭観、子育て観などに共通点が見られること、信頼できる人で経済的に安定していること、思いやり合える、きちんと話し合いができて、お互いに助け合っていける人であること、こんな感じではないでしょうか。結婚できない男女の共通の特徴。男女ともにね、本当に結婚したいのだと言いつつ、なかなかね、結婚できない人たちは、そんなことは大したことではないのだって思うようなね、どうでもいい部分を気にする人が多いのです。リアルにね、今まで異性にモテなかった人ほど自分のことを棚に上げて、そんなところに目を向けるのかというね、ところに着目したりするのです。理想の相手のハードルがとても高くて、見た目のタイプが狭いのです。そしてね、相手のマイナス面に着目して、マイナス評価を下し続けたりするのです。例えば、洋服のセンスがちょっととかね、レストランや映画のチョイスが悪いとか、髪型が好みじゃない、などなどね、言ってることはわかるけど、そんなところは結婚するのにね、大したことじゃないと思うのです。確かにね、おしゃれで映画やレストランのチョイスもセンスが良くて、髪型がね、似合っててかっこいい方が、またはね、素敵な方がね、それはスマートだし素敵でしょう。でもね、既婚者から見るとその辺はね、結婚する上で本当はどうでもいい部分だと思うのです。洋服のセンスなんて、結婚したらあなたが選んでそれなりのね、格好をさせてあげればかっこよくなりますよ。映画のチョイスも、そもそもね、男女で好きな映画の好みは大体違うものです。
例えばね、彼の映画の趣味が意味不明でも結婚するのにはそれほどの問題ではないですよね。また髪型だってあなたの好みの髪型にしてもらえばいいってお話ではないでしょうか。世のね、既婚者男性の多くは奥様が身だしなみをチェックして、そんな変な格好をさせておかないことでしょう。髪型だって奥様がね、今時の流行も意識して変なね髪型にさせておかないでしょうから、旦那さんのね見た目なんて奥さん次第でね、それなりに変えられるんです。結局そんなとこよりもお人柄がね重要なことを気づいてください。結婚って日常生活を積み重ねていくことなんです。成婚していく人はどんな人？成婚していく女性ね、結婚できる女性はいつも笑顔で明るいです。暗かったりマイナス思考の人とは共にね時間を過ごしたいと思いませんよね。生き生きと仕事や趣味など人生をね楽しんでいる女性は魅力的ですね。また理想の条件に固執せず、相手のいいところを見つけていける人です。人間的に周りにきちんと思いやりの気持ちを持っていて、お相手にも思いやり深い気遣いがきちんとできる女性です。上辺だけの優しさのメッキは長くは続きません。剥がれてしまいます。社会的な大人の行動がきちんと取れて結婚することを決断できる人です。家庭をね大切に考えて努力できる人です。また成婚していく男性、結婚できる男性もね、やっぱり明るいお人柄です。女性だって暗かったりマイナス思考の人とは共にね時間を過ごしたいとは思いません。真摯に仕事に取り組み人生をね楽しんでいる男性もやはり魅力的です。また相手の容姿ばかり固執しすぎず、相手のいいところを見つけていける人です。人間的に周りにねきちんと思いやりの気持ちを持っている男性です。誠実で信頼に値するお人柄で、二人でね話し合って将来を決めていけるのです。思いやりあって助け合っていける人なのです。社会的なね大人の行動がきちんと取れて結婚することを決断できる人です。そしてね、家庭を家族を大切にできる男性です。結婚の決断、計画通りにいかないのが人生です。またどんなに綿密に計画を立てたとしても、実際にね動き出してみるとその通りには進まずに停滞したり失敗することもあるのです。結婚をね決断するのは勇気がいりますよね。将来のことなど絶対誰にもわからないことなのですから、誰だって不安はあります。結婚こそこの人でいいのだって誰かがね選んでくれるわけでも、判を押して保証してくれるわけでもないのです。あなた自身が相手に決めた自分を信じて二人で頑張っていくのです。そして二人で話し合って思いやり合って助け合って幸せな、ね、家庭を目指して努力していくことが、結果ね幸せな結婚につながっていくのです。この時自分をね信じきれずに、本当にこの選択が正しいのか、もしかしたらもっといい人がいるかもしれないと心も惑わす優柔不断な人は、結局ね誰と交際してもこんな不安が頭をもたげて幸せな結婚をつかみきれない人なのです。終わりに、結婚がしたいって言いつつ適当な、ね、相手に巡り合えないという人は、まず出会うための行動を起こすことから始めましょう。婚活を始めてもいつまでも結婚できない人は、理想の相手を追い求めるばかりで相手の長所を見つけようとしないのです。理想の異性に固執し続ける限り、結婚まで進める恋愛はできません。せっかく婚活を始めても受けてもらえそうもないお見合いを申し込んでいるだけでは悲しいかな、それ以上の進展は絶対に望めません。男女ともに成婚されて卒業していく方たちは、相手のいいところを見つけようと前向きに交際していったから、相手の、ね、美点を発見して結婚までたどり着いたのです。交際を続けてこの人ならばという人にね出会ったとしても、もしかしたらもっといい人がいるかもしれないってね、心惑わす優柔不断な人は、結局ね誰と交際してもこんな不安が頭をもたげ幸せな結婚をつかみきれない人なのです。結婚こそこの人でいいのだって誰かがね選んでくれるわけでも、判を押して保証してくれるわけでもないのです。あなた自身が決断して相手に決めた自分を信じて二人で頑張っていくのです。
そしてね、二人で話し合って、思いやり合って、補い合って、助け合って、幸せね、家庭を目指して努力していくことが、結果ね、幸せな結婚につながっていくのです。あなたもね、幸せな結婚をお祈りしています。それでは今日はここまでで、また次回、結婚、婚活、恋愛心理学などのお話をさせていただきます。また水曜にお会いしましょう。最後までご視聴くださりありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。コメントなどもいただけますと励みになります。バイバイ。